三浜大橋は千葉県千葉市三浜区の花見川河口に架かる道路橋である海浜大通りを通す花見川河口にある海沿いの橋でスカイツリーや富士山を望み東京湾を一望できる絶景スポットとして知られている2015年には千葉市によって海浜大通り展望駐車場が整備された当初は無料駐車場として共用を開始したが 認知度向上と利用時間の長期化を受けて2019年10月1日から再整備した上で有料化した。1990年代の中盤から終わりにかけて全国各地にナンパスポットが存在した時代、三浜大橋は関東最大のナンパスポットでナンパ橋と通称されていた。当時の幕張近辺は発展途上段階で道路は整備されていて道幅は 広いが、交通量は少なく、自動車でのナンパの適地であった。当時は、週末になると2から3キロメートルに割って女性が乗り合わせた車の車列の横を男性たちが乗った車が徐行して声をかけるという、携帯のナンパが行われていた。2000年代以降カーナンパは廃れたが、長望に優れるために、以降も車が付近の路上を埋めたこともあり。 2015年に市が駐車場を整備した。ありがとうございます。